お時間が来てしまいまして、なんで最後にですねお見送り芸人しんいちさん、うん、今回特別にネタをご用意いただいているということなのでぜひ披露していただいてもよろしいでしょうか。行きましょう、やらせてください。それではちょっと準備を。逆にいいんですか、はい、宇野さんすぐ近くでぜひお楽しみいただければと思います。嬉しい、わあ、めっちゃ贅沢だな。いや嬉しい、 こんな場で。さあご準備ができましたらお見送り芸人しんいちさんのネタです、はい、お願いします。はい、お見送りしんいちです、僕には好きなものがたくさんあります、聞いてください。僕の好きなもの、アスファルトに咲いてる花好き、髪型も変えて気持ちもカラッとするの好き、タトゥーだらけの男が1ラウンドで負けてるところ好き、うわー、元気よく出て行ったのに人が集まってこないゆるキャラ好き、1曲目から警察に止められてる路上ミュージシャン好き、マリオカート最下位なのにアイテムバナナ出てるやつ好き、メッシのユニフォーム着てるのにゴールキーパー生かされてる子供好き、親の遺産で大揉めしている兄弟好き、お世辞でも嘘でも運転うまいと言えない宇野さん好き、芸能界に同じ誕生日の人がアンジャッシュ小島さんしかいない残念な宇野さん好き、ありがとうございます、ありがとう。お見送り芸人しんいちさんの嬉しい素晴らしい歌を披露していただきました。宇野さん、宇野さんの歌でしたね後半。私の歌になってた。いかがでした？めちゃめちゃ嬉しいんですけど。宇野さん、僕ちょっと宇野さんもともと好きだった。トリプル A さんで、ね、はい、ちょっと CD 買ってるぐらいちょっと宇野さんお会いしたいと思ってたんで。めっちゃ嬉しい。CD を買ってらっしゃったんですね。いやなんかディスられたけどすごい嬉しい複雑な気持ちで。あれ小島さんは小島さん同じ誕生日なんですけども、ね、芸能界にそれしかいなくて。いやでもそんなめちゃくちゃ嬉しい話ですよ小島さんと。危ない危ない。その誕生日は胸張ってますから、はい、スキーですもんね。スキーです、はい、で YouTube 見させてもらったんですけども、はい、ちょっと残念なぐらい運転下手です。やめて下手です確かに。